皆さんこんにちは、アンジェラ・メイです。私はですね、本日は東京ドームシティで開催されているご当地ふるさとウィークエンド by ふるさと祭り東京のクリスタルアベニューお祭りステージの MC を本日は担当させていただいております。ということで、結構風が強いんですけど、いい日になること。でもめちゃくちゃ天気はいいんだ、日差しが。ということで、今日は楽しんでいきます。いい。アナウンスの調子どうですか？え？アナウンス調子どうですか？マジで噛んだ。滑舌だ。いや、でも徐々に噛まないように慣れてるはずっていうのを信じてる。ちょっと2回目、次は、ね、噛まないように気をつけます。なんか縁日があるみたいなので、ちょっと休憩時間に遊びに来ました。あ、すごい。すごい盛り上がってる。よろしくお願いします。Ha ha ha!
思いも遊べるやつ。あったー。10個まで持って帰ります。10個まで持って帰ります。こういうの取れたったかもしれない。ギリギリまで終わりです。はい、かな。ギリギリ、やばいやばい、本当の様子のほど、はい、よろしくお願いします。めっちゃ撮った。姉さんめっちゃ撮れました。すごいです。やった。はい、少々お待ちください。さあ、1個ぐらい入れとこう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった。太陽赤は鳥取砂丘、はい、そして射的は自信あります。にぎわいをイメージしており、全然ない。あれでもらった。2つもらえた。やった。おめでとうございます。ありがとうございます。2つ。はい、イベント MC が無事終わりましたので、やっと美味しいものがたくさん食べれるということで、ご当地よいどれ市2024に来ました。すごいいろんな全国のご当地グルメが楽しめる市、イベント市です。ちょっとこれから、さっきもちょっといろいろ物色して何食べようかなんとなくちょっと予想はつけてたんですけど、もう一回ちょっとじっくり見ていくつかちょっと買い漁っていきたいと思います。見てみるか。でも後であそこの豚軟骨食べたいんだよ。豚軟骨すごい好きなの。でも牛タン串も食べたい。でもなさそう。なくなっちゃった。なくなっちゃった。一杯だけ生をいただきます。頑張ったね、お仕事。うわー、仕事頑張ってよかった。あ、じゃあ待って、王道から行こう。牛タン、いただきます。牛タン串、仙台の牛タン串かな。いただきます。めっちゃ高いです、うん、柔らかい。めっちゃ柔らかい。うまっ。うまっ。焼き牡蠣2つ、はい、2個入りか。はい。いただきます。念願の牡蠣。これだけのために、このために仕事を頑張ったんや。じゃあちょっといただこうかな。あ、焼いてるのに大きくない？すごくない？めちゃくちゃ大きい。わ、いただきます。あ、もう、ポン酢も何もつけてないんだけど、めちゃくちゃ美味しい。プリップリそうでした、ね、うん、生きててよかった。生きててよかった。
だ私は。うまっこれマジで。めちゃくちゃしみじみ。うわうまいこれ。なんでここずっとやっててほしいな。飲んで食った。いや一日通して衣装も皆さん一つ一つすっごい丁寧にこだわって作られてて、え女の子のあの衣装かわいいとか、ね、言いながらちょっと端っこでちょっとウキウキしたりしちゃって、で音楽とかもおしゃれなのから綺麗な声だったりとかかっこよかったりとかパワフルだったりとか力強かったりとかしっとりしてたりとかいろんな種類のよさこい踊りだったり文化に触れられた、お祭りに触れられたので、イベント自体もすごく楽しかったし、まあ、縁日とかあと今の酔いどれ市とかもなんかこのイベントだけでめちゃくちゃ充実感がすごい。だから本当に、まあ、お仕事で来ましたけどめちゃくちゃ楽しかったですでも本当に楽しかったんでまたこういうお仕事したいなって思います。なんかなんだっけアナウンスとかもちょっと滑舌悪いんでちょっと反省点は多々ありつついろんなお仕事をしていきたいなと思っております。いろんな動画も撮っていきたいと思いますので、あそう YouTube で絶対言わなきゃいけない言葉なんでしょう、高評価チャンネル登録よろしくねじゃあありがとうございました。バイバイ。寒すぎて鼻声